修司君。緊張。有志の会の吉良修司でございます。まず冒頭ですね、経済安全保障の司令塔を担う小林大臣にはぜひ本当頑張っていただいてですね、私は日本の生き死にがかかっていると思っていますので、その経済安全保障の間違いのない方向にですね、後悔していけるような舵取りをお願いしたいと思っています。と言いますのもですね、ちょっと個人的な問題意識を披露して恐縮ですけれども、私自身大学在学中76年から80年、その間に年配の人ってほとんどいないですかね、ここには。ローマクラブの報告っていうのが出てですね、化石燃料資源っていうのがもう過ぎてしまいましたけれども、20世紀の後半に枯渇してしまうと。で、それを知った我々としては、資源小国日本、どうやって生き延びていくんだと、どうやって繁栄を維持していくんだという問題意識を持ってですね、仲間と一緒に国際政治経済研究会というのを作って、で、いろんな世界のその資源の状況、国際政治、国際経済、勉強しですね、その中から日本が生きていくために必要な資源、エネルギーを輸入している、その最前線でに立っているのが、総合商社だと、そしてその資源輸入に必要な外貨を稼ぎ出しているのが、また総合商社だという思いの中でですね、私自身も、商社に入り、外貨を獲得する方、インフラ輸出っていうのにかなり携わってきた次第であります。そういう思いの中で、資源、エネルギーの確保っていうのは、私にとって、ライフワークだというふうに思っています。だからそういう問題意識を持って議員になりましたので、私、実は初当選したのは2003年の11月でしたけれども、最初の質問、議員として初めての質問のテーマ、これは2004年の2月の予算委員会、一般質疑でありましたけれども、その中で取り上げたテーマが、実は経済安全保障でした。その時、具体的にはですね、日本の質の高い、なんていうかな、素材を作っている、鉄鋼産業をある程度意識して、鉄鋼石だ、それから石炭の安定輸入と、それから当時あまり知られてなかったですけれども、レアメタルとレアアースの安定確保ということについて質問をさせてもらった次第です。その後もことあるごとに経済安全保障というテーマでですね、外務委員会とか経済産業委員会で質問をして、私なりの持論を述べさせてもらってたということがあります。で、あと1点だけ付け加えさせていただくと、いろいろ言われる民主党政権ではありますけれども、私新民主党政権の時の、外務政務官時代にですね、今申し上げているような問題意識を持って、実はインフラ担当官っていうのを作り、実は、今正確にはエネルギー鉱物資源専門官ですか、私はもう資源担当官と言ってるんですけれども、各在外公館、各というか必要な在外公館にですね、そういう専門人材を置くという制度も実は私の発案で作らせてもらっています。それぐらい私自身は資源、エネルギーの安全保障、経済の安全保障というのが重要だと思ってますんで、小林大臣には本当にぜひ頑張っていただきたいと思っています。その上で今回の法案はですね、私が今申し上げた、あえて言うならば古典的と言いますか、伝統的な経済安全保障、つまり資源エネルギーの安全保障に加えてですね、新時代の新分野の経済安全保障という点が法案については力点が置かれている、重要だと思っていますけれども、ただ私は一方で、このウクライナ紛争を受けてですね、一つは軍事安全保障と経済安全保障の境目がほとんどなくなってきている、これについては先ほど、足立康史議員と大臣とのやり取りの中でも
大臣がそのような問題意識を披露されていました。深く共感するものでありますけれども、そういう意味では、今言った新しい時代の新しい分野の経済安全保障も重要なんだけれども、この古典的というか、やっぱり日本の生き死に、日本の生活、産業がかかった資源、エネルギーの安全確保、これ、今一層重要になっていると、私自身は認識しています。そういう意味で、大臣は法案担当というだけではなくて、経済安全保障全体の司令塔という理解しておりますので、そういう意味では、私が今申し上げた伝統的経済安全保障の重要性について、どう認識されているかお聞きしたいと思います。小林大臣。今回の法案は多岐にわたる幅広い経済安全保障上の課題のうち、特に法整備が必要で喫緊の課題で、分野横断的に取り組まなければいけないものとして4項目ピックアップさせていただいています。でご指摘の資源エネルギーに関する課題につきましては、従来から重要課題と位置づけられてきてますし、議員ご指摘のとおり、いわば伝統的な課題だと考えています。これにつきましては経済産業省、資源エネルギー庁を中心としてさまざまな取り組みがすでに進められてきていると認識しています。で委員ご指摘のとおりだと思います。私経済安保担当大臣としては、まずこの法案によって、伝統的な課題も当然重要なんですけど、この法案においては技術の育成や技術流出の防止を含めた喫緊の課題、新しい課題に重点的に向き合っていくと。でこれまで行われてきた取り組みと当然整合性を取りながら、この必要な取り組みというものを進めていきたいと考えています。でこの経済安保の取り組みを進めるにあたっては、当然そのエネルギーを含めて我が国の基幹産業が抱えている脆弱性、あるいはその強み、これを把握していかなければならないと考えておりまして、目下ロシアによるウクライナ侵略を受けまして、内外の安全保障情勢が厳しさを増してきております。で特にグローバルサプライチェーンの懸念が高まっておりますが、これがあったからというわけではないんですけれども、私自身、先月ですね、関係省庁の局長級の職員を集めまして、経済安全保障重点課題検討会議というものを開催をいたしました。これは定期的に開催していこうと思っておりまして、制度化していこうと思っています。で、重要な産業のリスクの把握、分析を進めるよう、私から指示を出したところでございます。関係省庁と連携をして、先生ご指摘のような経済安全保障、その広く取った上での経済安全保障全般の強化に向けて、政府横断的な取り組みをリードしていきたいと、そういう気持ちで取り組んでまいりたいと考えます。木田君。はい、ありがとうございます。私、先ほどウクライナの問題取り上げましたけれども、誰でもプーチンのこの暴挙って許されるわけではない、なんていうか、許されないと、もう当たり前のことではありますけれども、私自身、ちょっとびっくりしたのは、先にかなり強い対ロシア制裁ありきで、そして昨日かな、おとといかな、経済産業省の方で、その重要物資7品目の指定をして、というのが出てくる。一方では、サハリン1、サハリン2の権益は守ると、こう言ってる。で、私はもちろん、サハリンの権益1、2は絶対に守るべきだと、維持すべきだと思っています。正直言って、少々の世界的な批判を受けようが、この種のですね、エネルギープロジェクトなんてのは、5年、10年でできるような話じゃないんです。本当に20年、30年かかる。プーチン後がプーチン、またプーチン後がプーチン的なリーダーとは限らない。そういう中で、そこまで長期スパンの、この日本の生き死にのかかった資源の、について、過去についてはですね、そこはしたたかであっていいというふうに思っています。で、だからそういう意味で、私はですね、先ほど大臣がおっしゃったように、個別具体的な施策になってくるとですね、施策になってくると、どうしても、経産省マターだとか、外務省マターだということになってしまうんですけれども、例えば今回のような経済制裁、対ロシア経済制裁っていうときも、今言ったように、日本の生き死にのかかった資源をかなり依存しているわけで、そういう意味では、先に、対米、私はもうある意味、ここまで来たら対米通じでだと思ってますけれども、
そこに歩調を合わせるんではなくて、まずは大臣が経済安全保障という観点から、しっかりと経産省マターであれ、その外務省マターであれ、きちっと俯瞰してですね、経済安全保障の観点から、もう少しこういうところをきちっと詰めた上で、対ロシア政策をどうすべきだというようなところまで、大臣には踏み込んでもらいたいというふうに思っています。もう時間が終わってしまったので、一言と。じゃあ、小林大臣、簡潔にお願いします。はい、ありがとうございます。ウクライナ、今回のロシアによるウクライナ侵略もそうですし、今後を見据えたときにどういう事態が起こるかわからない、このウクライナ以外の話ですね、自然災害なのか、あるいは軍事力の行使なのか分かりませんが、どういう状況であっても、やはり国民の皆様の命と暮らしを守りきれるように、普段から平時の時からしっかりとさまざまな考えられないんじゃないかというシナリオも含めて、しっかりと脆弱性、あるいは強みを分析しておく、これが必要であって、そういう取り組みを省庁横断的にしっかりとリードしていきたいと考えます、はい、ありがとうございます。終わります。次に大石あきこ君。